第300件の3コインズ行ってきたので購入品を紹介します。まずはこちら、温野菜を電子レンジでできる、まあ、タッパーのような感じのものです。もともとシリコンスチーマーのなんか偽物みたいな感じのがあるんですけど、ちょっとそれじゃちっちゃいかなと思ったので、あ、これいいなと思って購入しました。ちょっと野菜を茹でたりしていきたいなと思います。 35×50cm 筒型のランドリーネットです。割と大きいタイプのもので、タオルケットだったら1枚から2枚と毛布を洗うのに入るんじゃないかなと思って買ってみました。今はニトリのものを使ってるんですけど、こういう筒型のものじゃなくって、なんか長四角のものに丸め入れて丸める形になってるので、ちょっと買ってみました。